これは逆にとてもいい結果になります。ちなみにです、金からの疑似っていうのは結構演出あるので全然ありです。お願いします。さあ、こっからのお、気づくじゃん、あーっていう感じからのあるんですよね。金で、これ金で、あ、いや、これはこれはピックアップなんで、はい、勝ちです。ピックアップしないで有名なガチャなんで。ありがとう。ではちょっとお礼として、ハートのダイヤの優勝、ハートダイヤ優勝ということで、すいません、ありがとうございました。大丈夫です。あ、本当ですか。ありがとうございます。お願いします。あ、でも、こっから、まだわからない。UR 出たことあるんで。そうですね。金、金、証拠です。金、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 あ、すいません。こっから、あ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 、すいません。ありがとうございます。もう、いや、もう記念になるまでとてももう本当にありがとうございます。回していただいて出たのをプレゼントする形、ハートアナマムパネルラウィルゲ、ありがとうございました。惜しいが、あ、よかったです。楽しみ、よかったです。ガチャやってすみません。あ、はい、あ、まあ、それで本当ですか。大丈夫ですか。ないですよ、私。いや、もう全然大丈夫。こちらでよろしいですか。はい、充電の方で。充電で大丈夫です。じゃあ失礼します。お、ここから UR に変わる時を、あ、そういう買い方。金をもう少し、金をもう少しみたい。どう立てるか。金をもう少し。いや、金1か。金1は絶対。ちょっとこれは外れたかな。あ、わかっ、勝つんだ。ピックアップしてる時点で勝ちですね。そうですね。ピックアップはしないんですよ。うん、なんかさらっとさらっと終わっちゃった。全然、あの、アゼリアライブの時に花丸ちゃんのいる、それがもうまず思い出なので、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、お疲れ様でございました。すみません、はい、今ちょっと、なるほど、はい、大丈夫です。はい、声だけちょっと YouTube に、あ、なるほど、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあすみません、ちょっと、はい、じゃあ、はい、失礼しますね。お願いします。はい、UR がですね、未だに出てないんです。そうなんですか。え、まあまあまあ、でも金からの UR は結構見てるので、はい、私自身なので、ちょっとまだこれにじゃあ期待するしかないですね。そうです。金が、うわ、来てほしいな。金一はちょっと少ない。いや、金一はきつい。金一は、あー、金一はあ、ルミちゃんだ。ルミちゃんですね。あら、からの昇格、たまに見るんで来てくれます。いや、大変申し訳ない。いや、これは思い出として撮ってるので。あ、なるほど。私としては、はい、逆にありがとうございます。いや、靴を渡したいんですけど、かなんじょうしてるので。あ、そうですね。靴もあれですね、すごい。撮っていいですか。はい、ちょっとこれの衣装、そのままっていう感じで。この靴っていうのは、なんかそれ見たようなの探してっていう。あ、そうですね。あるんですか、靴がね。でも結構再現度は低いんですけど、靴はちょっとそれっぽいのを探してっていう感じです。素晴らしい。いや、はい、かなんちゃんが当たれば嬉しいですね。アクリルのダイヤちゃんの優勝です。他が2人出てたんですけど、ダイヤちゃんだけ出てなくて。じゃあぜひ。いいですか。ありがとうございます。こちらこそ、すいません。ありがとうございます。もしあれなんですけど、はい、YouTube 動画公開されてるんだったら、ちょっとチャンネル登録とかさせていただいていいですか。そんなつもりはないですけど。いやチャンネル登録しております。ありがとうございます。この音だけだったら。あ、本当ですか。ぜひお願いします。充電でいいですか。はい、今のところ金しか出てないですよね。
あ、お疲れ様です、はい、ありがとうございます。グッズの方ちょっと渡したい、はい、渡したいんで、ここで衣装ですけど、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ないんですけど、気軽に。僕は通算で見たら、すいません、お願いいたします。ギリギリですよね、関東だし、ね、ツアーだし、ついに取れるものもいっぱいあるし、金が、あ、金が多い、金打ちっていうのがなかなか多かったので、次は福岡の方、九州の指定席券売機、ありがとうございます。ここのが、はい、ってことですか。そこ、これを、いや、困ったのが、はい、予約したのが結構なっ初めてだ。はいはい、すいません。で、まあ30分なんですけど、ちょっと動画上げようと思っているんですけども、はい、はいはいはい、充電していただき、はい、じゃあボタンポチでいいですか。あ、そうですね、押すだけ。なるほど、はい、おっしゃっていいんですか。そんな僕の運で、もう充電しちゃってください。はい、すいません、じゃあよろしくお願いします。はい、よし。あ、こっからもう一応まあまあまあ昇格、最後に一回ポチッと、ありがとうございます。何十年入れたんですか。今聞いていただいて80年ですから、ね、まあ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 やってますね。今日 D2 ですけれども、今日が初見ですか。いや、じゃあ今も来てます。あ、もう好きガチ。90年お願いします。よいしょ。ここから、金、あ、金が跳ねくるもあるかもしれない。そうですね、跳ねくる、おわ、真ん中なんか技術あるばっかな。一番来ました。時間的に目をつけて、あ、です、大丈夫。あ、もうやっていただいてる感謝で、はい、そんな、そんな、いや、もう、いや、もう、いや、UR 引けてないよ。それはまあ思い出に、すいません、ガチャありがとうございました。あ、いい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。こちらお願いします。 OK、お、金がすごい実が、あ、金です。ここからガチャ、ありがとうございました。はい、ということで、アゼリア現地の方にスクスタの花丸ちゃんのガチャを引いてもらうという企画、無事終了しました。ありがとうございました。本当にね、いきなりね、知らない人から声かけられても、本当にもう怪しかったと思います、 100%。 はい、それでもね、ガチャね、やってくれて優しい、本当にありがとうございました。今回話しかけたのがですね、最初のお一人目はダメだったんですけれども、それ以降はみんななんだかんだ OK してくれたっていう、いやなので助かりましたね。最初の一人目のね、失敗というか、それを生かして次の人に行ったって感じだったんで、私ももうね、見知らぬ人にこんな声かけるのは、もう心臓がもう精神的になかなか来ましたけどね。こんなの怖いに決まって、こっちも怖いよこっちも怖いし、あっちも怖いし、これはもうウィンウィンではないですね、ルーズルーズでこれですが、結果的にはもうね、ウィンウィンだったかと思います。思いたい、私はウィンだった。はいガチャ結果ね、 UR0 っていうね、逆になかなか、ピックアップはともかく UR がそもそも一番出ないのはなかなか珍しい体験というか、今回の検証結果はもうまさにね、これですよ。現地に来ている方は現地チケットで運を使い切ったと、そういう結論に至る内容だったかと思います。はい、私としてはですね、やっぱりね、ラブライバーさんでね、こう喋る人があんまりいないので、近い知り合いには正直いないですし、ラブライブね、こう話せる人がっていうのもありますし、ツイッターとかでね、仲いい人もね、そんなね、言うて気軽にね、そんなベラベラ喋れるわけもありませんし、ラブライブの話をする機会がね、そもそもないの、話をね、放出する機会がないっていうのは結構やっぱ、私としては、なかなかね、厳しいですよね。誰かに話さないと、なんだろう、自分のね、記憶からも結構忘れちゃうというか、やっぱ話するとですね、私の頭にもね、起こりやすいというか、そういう感じなんで、いやーね、喋りたいっちゃ喋りたいんですよね。あと、単純に私のね、記憶とかね、語彙力とかで、まかないないものをね、もう他のね、一緒に喋ってる方に、でね、あ、そうだったみたいな共感だったり発見だったり、もういいことしかないですよね。今回正直あれなんですよね、動画としてはガチャしかしませんけれども、最初のね、私の予定としては、まあ、ガチャの前にね、ちょっとね、ラブライブのお話ししたかったんですけども、ちょっと考え直しまして、いや
いきなり声かけられて、なんかガチャしてくれとか言われて、なんかいきなりね、ラブライブの話までしたらね、もうそれこそね、怪しい勧誘やんってなるよねっていう。勧誘方法やんっていう。いや、だってね、今回横浜ですけど、人一人にね、もういろんな経緯があるじゃないですか。それをね、いろいろね、いや、ぜひとも聞きたかったんですけれども、初対面でそんなね、無理だなっていう。いきなりそんな無理だなっていうことで、ガチャだけならね、まだやってくれるかなっていう感じで、そこまでね、怪しまれずに、私としては結構頑張ったんですけども、この企画がね、よかったら私が行くライブごとにやってもいいかもしれないなってちょっと思いましたね。それこそ、次で言うと、年末の赤ちゃんですね。現状、デイワンが私が当選してるので、デイワンにね、ガチャね、引いてもらいながら、ちょっとね、軽く、ラブライブのね、ちょっと、その人のラブライブの話をちょっとね、聞きたいなってのあるんですけれども、逆にね、もう、この動画でね、こんな企画ね、やめた方がいいよっていう方があったら、もうやめます。正直この企画はね、どうなのかは正直わからないんで、出してみての反応っていうことですね。反応悪かったらもう、それは やんないですよ。いろいろと申し訳ないんで。っていう感じですね。ガチャ結果ね、逆にですよ、今回ピックアップカスミンがこんなに出るの逆にすごいですよ。ピックアップのエスレアがそもそも10連目で出ましたよね。正直言うと、私の超節約ガチャで言うならば、もう SR ピックアップが出た時点で終わりなんで、いつもの私だったら10連でやめてますが、まあね、今回は企画なので放出ですよ。もうそこはね、まあ別なんで、それこそね、皆さんにもういっぱい引いてもらいましたけど、いや本当にもう全然悔いはないです。この企画やったのはもうとても私には大きかったので、いや、よかった。やってよかったです。本当に。あんな感じですね。まあ、あとね、もうなんか、缶バッジお礼に渡したんですけど、私のお礼のお礼に、ちょっとね、缶バッジいただいて、いやありがとうございました。本当に。はい。そんな感じで、今回の企画、アゼリア現地勢の方に、花丸ちゃん充電してもらうっていう企画、ね、無事終わりました。ありがとうございました。今回ガチャですけれども、アゼリア確定という。なので、ダイヤちゃんを目指しつつ、3種類あるんで、そちらね、ちょっと全種類見ていきたいということで、行きましょう。まず、一つ目。完璧で純粋な世界が欲しい。おっと、花丸ちゃん。いや、花丸、花、あ、クリップだ。クリップは、ちょっとね、使えますね。今回のガチャ結構、普通に欲しいのしかない。なんかちっちゃいシリコンのね。あれ、だって、使いどころがね、なかなか難しいですけども。これはね、日常法全然使えますね。ということで。ありえない、ありえま、絶対あるんでーす。っと、あれあれ、ね、花丸、あ、違う、ウィルゲですね。完璧で純粋な世界が欲しい。お、これは優勝ダイヤさんですね。ああ、こう、来ました。ありがとうございます、ダイヤちゃん。ハート缶バッジなかなか、初めてですけども、結構でかいし、いいな。ハート缶バッジ。じゃあ、まあ、花丸ちゃん、まあ、かなちゃん出てないんで。もっとね、もっとね、一緒にいたいよ。花まむパネルだ。これはアメージントラベル DNA ですか？衣装で言うならば3種類揃いましたね、これ。わぁ、花丸ちゃんすごいですね。ハート缶バッジこれ、ね、3個あるんで、これはもうね、あれですね。完全に純粋な世界が欲しいじゃなくて、もっともうカナンちゃんで、アゼリア行きましょうということで、カナンちゃん、アゼリア、あれ、花まむパネルラさんだ。衣装がいい。いや、もう衣装も強い。もう、強い。カナンちゃんだけ出てないのは、ちょっとぶっちゃけ追加してもいいね。はい。カナンちゃん、もっとね、一緒にいたいよ。カナンちゃん出ました。ありがとうございます。今回のガチャ、普通にどれも外れないですよね。こんな感じですね。ダイヤちゃんのハート型缶バッジ。カナンちゃんの四角形ストラップかな。残り、花丸ちゃんいっぱい出ました。ということで。いや、これはもう、いや、追加してもいいぐらいのね、結構いい、これは。ガチャ物販だと思うんで、これちょっと明日また追加したいですね。はい。ガチャ以上ですね。ダイヤちゃん、ダイヤちゃん。カナンちゃん、ダイヤちゃん。お、ダイヤちゃん、いいぞ。
お、来た。はい。よし。お、お、あ、服が、はい。あ、かぶってない。カナンちゃんかな？あ、カナンちゃん来た。あ、相性がいい。また。うん。かぶってない。あ、揺れないじゃん。